今週もやってまいりましたタイタン動画。嘘資産だわ。何度もやっている相手ですが早送りはしません。あれだな、次の試合が控えてる時しか早く送れないと。それにしても参加者少ないですね。やっぱりアトラン日和の影響でしょうか。みんな傭兵のレベル175にするのに目くじら立ててやってるんだよ。それはそれはもう必死で顔真っ赤にして狩りしてる絵が思い浮かびます。今うちのアーサー172なんだけど175にするのにこのままのペースでいくと2ヶ月くらいかかりそうなんだよな。せっかく作った175武器もいつお披露目できることやら。その前にまともに使える等級にするのに2ヶ月くらいかかるって噂もある。先の長い話ですね。もうすでに恐怖を使い尽くして生産ストップしてるけどな。早くダーククリスタル卒業したいですものね。さてさて、やってまいりました1回戦。画面左はいつものようにマシュマーさんです。今日はスサノオタイタンリーガー誰も出てないな。日和だけが原因ではない気もしますね。おっとここでマシュマーさんいつもの3列目時代をやりません。次に近接で前殴ればいいから前の方が楽なことに気づいた。それはそうですがなかなかマシュマーさんの火力じゃ前衛落とせないから後ろだったんじゃ。最初のアタックなんてあくまで被弾つけてうざがらせるのが目的だから何でもいいんだ。本当に俺とやる気か。なんとか被弾にがつきましたね。そして覚醒も間に合った。ドリまで回さないでいいから時間的に楽にもなる。どうやら覚醒する場所間違ったようですね。大砲いるから真ん中だったか。ここでロロカゴを後ろにしたのはグリパが被弾になったからですよね。これも前に覚醒した影響だな。今日のハイライトはここですね。そう、このラッシュでアーサーがお疲れしちゃったこと。この扉は誰もが入れるわけではない。まだ死んではいないようですが。懸命に蘇生を試みたがどうやらわずかな延命にしかならなかったようだ。恥ずかしいです。大樹様を守るため。ここでピヨったのももう終わってますね。正気打ったばっかだったから前にロロカゴだったな。ここで G 覚醒とドリの浄化でなんか被っててもったいないよな。夜前に手を打ちたかったですね。ここは明らかに監獄より正気でしたね。カゴかけてないことに気づいてグリパ泣く泣くガードしたわ。そしてついにアーサーが落ちました。
もう覇王一発しか打てないで落ちたとか、その時点で負け格だよな。相手まだピンピンしてますものね。ここでのリカバリーが迷いましたね。どれにすべきか、前にすべきかね。忌憚の処理が課題ですね。マジでピヨりまくってるもんな。相手もところどころ期待はしてますが、うまく皿で立ち直らせたりしてますね。ここで起死回生のリープからの正気だったんだが、よし、レオンも見せてやろう。その身に刻め。ここでグリム兄弟にドリ監獄だったよな。Gはすでにピヨしてますから、ロロ封じた方が良かったですね。なんかあまりに銃の攻撃が痛すぎて、銃止めた方がいいんじゃないかって思ってきちゃったのよね。どっちにしてもここまで劣勢だと何をしても焼け石に渦巻きもします。それはそうなんだけど、せめて一矢報いたいじゃん。相手も行動ないのか、あんまり動いてきませんね。アーサーさえいれば。ここでの星の金貨はマジで効いたな。ヒールゾンビ計画が終わりますからね。確定をしてればまだマシだったか。どっちにしても正気ぶち込まれて終わりです。いろいろ終わりすぎてて反省点がつかめないな。そもそも格の違いってやつなのでは。まだまだ動きに問題があるんだよ。装備じゃないんだ、装備じゃ。この日に向けてユウキさんやマリアさん、それにサブを得るギルドのマスターとか、いろいろな人に練習付き合ってもらいましたよね。それでもまだ足りないのだよ、地球が。実際どのくらいの装備があるのか見てみたいですよね。そもそも杖と銃っていうハンディが。そんな全てを覆すのが目標なんじゃないんですか。
山は険しければ険しいほど登りがいがあるのだよ。